はい、どうも、チュープロです。このフォルム、お分かりですね。皆さん、レスラー主でございます。はい、どうも、最近はですね、リクエストもいただきまして、本当にありがとうございます。嬉しい限りでございます。で、今日はですね、何しろネタがもうだいぶ少ない感じで、ちょっと昔のシュープロのバックナンバーとかあればね、結構いろいろ載ってるんですけど、何しろちょっと今ネットが頼りでございます。今回はですね、浜亮太選手がね、全日本プロレスであれば、作ってらっしゃった、ちゃんこですね、そちらの方を、作らせていただきたいというふうに思っております。基本は今回醤油塩ベースの、ちゃんこ鍋、具材に関してはね、そんなに変えません。ちょっと細かくいろいろ書いてはあったんですけども、ある程度いつも作ってる感じで作っていきます。でポイントはですね、加えます、タレの方ですね、そちらの方がかなりポイントになっておりますので、まあ、それをしっかりと作ってどんな感じになるかちょっと楽しみに、やってみたいと思います。それでは頑張ります。はい、それでは早速材料説明からいきたいと思います。まずお肉ですけども、今日は豚バラ肉とあと鶏の胸肉ですね、使いたいと。豚と鶏2種類入る感じです。それからですね、キノコがですね、キノコが、椎茸、今日はね用意しました。ちょっとね、材料がだいぶちょっと揃ってない感じなんですね、申し訳ない。椎茸ですね。それから、お豆腐、そして、どうだっけ、白滝ですね、これはいつものパターンのやつで、それから、お野菜に関しては、ネギ、それから、大根、そしてニラ、白菜という形でね、あとほうれん草も入れたら入れようかなと思ってます。この辺にキャベツ本当は使ったりとかいろいろしてるんですけども、ちょっと今日材料揃わないので、まあ、いつも作ってる、感じでいこうかなと思っております。でポイントになってくるのが、大事なのがですね、タレの方なんですけども、タレの材料がまずニンニクですね、これをおろします。それから、大葉ですね、シソの葉っぱ、そして、ごま油と、これが入る感じになります。それでは、作っていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。ではこれから作っていきたいというふうに思います。まずですね、お水また1リットルぐらい土鍋に入れまして、そして鶏ガラのスープですね、本当は鶏ちゃんと鶏の出汁取りたいところなんですけど、やっぱりちょっとなかなか時間ないので、一応もう出汁入れてあります。そこにですね、水のまんま大根、切りまして、これをまあ今日はこういう感じで、イチョウ型ですね、に切って入れまして、このまま水から、火をかけて沸騰させていきたいと思います。それからその間にですね、ちょっと違うものを用意したいと思います。そうしたらお湯にね、お湯を沸かしているうちにですね、特製のタレを先に作っていきたいと思います。ニンニク、あんまりいっぱい入れたくなかったので半かけをですね、すりおろしました。でそこにですね、今度は、この隣にありますこれ大葉をですね3枚みじん切りにしまして、これを一緒に合わせます。そしてこれをですね、ここに、ごま油ですね、ごま油を、足していったもの、これが特製のタレというか、どんなものなのかな、まあ、適量という感じで保温にしておいて、でこれで混ぜておきたいと思います。その香りがいいですね、すごくね、大葉、ニンニク、ごま油、これでまずいわけがないですね。これを一応最終段階で溶かし込んで入れるというところでいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとこんな感じで10分ほど大根を煮ました。少し柔らかくなってきたと思いますので、ここにですね、まずお肉を投入していきます。豚と鶏両方ですね。それから、次にキノコ入れていきます。キノコは今日ね、椎茸しか入ってないので、本当はね、またえのきとかいろいろ入れたい、しめじとかいろいろ入れたい感じなんですけど、まあちょっと今日は椎茸だけでも十分味は出るかなと。そして白滝入れちゃいます。いまだに白滝を入れるタイミングはよくわかんないですよね。味がそんなに染みるというくらいでもないで、結構後半でもいいのかなと思いつつ、この状態で入れて、これであとまた5分ぐらい煮ていきたいと思っております。5分煮ました。ここにですね、長ネギを入れていきます。玉ねぎという記載もあったので、玉ねぎでも美味しいんじゃないかなと思います。ちょっと今日玉ねぎなかったので長ネギですね。これでもう一煮立ちさせる感じです。ですね、基本ベースは醤油みたいですね。醤油適量入れて、塩でちょっと塩味を整えるような感じですね。塩ベースに入れていきます。そして、胡椒ということなので、胡椒ですね、ちょっと多めに入れてみましょうか。で
これでちょっと、混ぜてみて、味のベースをですね、ちょっと考えてみましょう。まあ、ここにまた野菜が入って、あと特製ペースト入りますので、どれぐらいの感じになるかというところですが、うん、この時点で結構うまい。うん、ちょっともう少し塩足しますけど、これぐらいでいいと思います。そしたら仕上げしていきたいというふうに思います。まずですね、真ん中にお豆腐、めっちゃ乱暴に入れました。そして、今日はですね、白菜とニラ、いっぺんにいってしまいます。はい。まだ全部入ってないや。白菜とニラをですね、このような形で、鍋の方に敷いていきます。まあ、これはもう本当にすぐ火が通ればすぐいいので、この状態で、で、またちょっと蓋をしていきます。これでしばらく置きますね。はい、そうしましたら、ほうれん草もですね、上に配置して軽く温めました。もうだいぶ野菜に火が通った状態で、ここにですね、このペーストをですね、その前に火を止めます。もう火を止めちゃって、これであまり火が入らない状態にしてから、この特製ペーストをですね、上に乗せて、食べる直前に混ぜたいと思います。これで、浜亮太選手が作っている全日本プロレスちゃんこですね、完成です。はい、それでは、浜亮太選手が、作っておりました全日本プロレスちゃんこ、浜ちゃんこですね、早速いただきたいと思います。このような形になっております。美味しそうですね。もう香りがすごくいいです。さっきのあのね、下味つけた段階ではちょっと醤油ラーメンっぽい感じの味だったんですけども、今もう全然あの先ほどのペーストを入れた時点で香りが変わってます。いただきます。うん、あのこのペースト最高ですね。シソの香りがふわっと鼻を抜ける感じで、でニンニクも効いてるんで、ニンニクこれやっぱ強ければ強いほどやっぱりもちろんガツンとなってくるので、どっちが好みかって感じですけど、僕はもう薄めにしてありますが、これ強くても美味しいんじゃないかなと。でごま油しっかり効いていて、やっぱりすごく風味のいいアクセントになっています。この3種類の組み合わせってすごくいいので、このあの醤油ベースのちゃんこだけじゃなくて塩とかにも合うと思うし、すごく万能じゃないかなと思いますね。この3種類のペーストだけでも便利なんで、皆さんぜひちょっと作っていただいたらいいんじゃないかなと思います。というわけで今日はですね、浜選手が作っていた全日本プロレスちゃんこ、まあ、かなりバージョン違いますけども、このペーストえ入れたちゃんこって形で作らせていただきました。今日の動画ですね、面白かったよという方はこの辺りに入れております、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。コメント高評価も受け付けております。それでは今日はこれで終わります。チュープロでした。